スしたり AV を見ながらのオナニーが好き。電話とかね、ローザーとかね。オナニー族なんで。オナニー族新しい族だな今日ね、本当はもうちょっとね、あのやっぱ SOD のチャンネルなんで、はい、そうですよね。もうちょっとね、あのエロいこと聞こうかなと思ってたんですけど、ガチの、あのバラエティみたいな感じになっちゃったんで、もうね、面白くて、お話が。そこまで全部飛ばされたらどうしよう。いや、そうですね。スキップ、スキップ。いいこといっぱい話してるからね。最後に、2つぐらいアダルティーのお話を、はい、入れさせていただいて、今日はね、終わりにしようかなと思うんですけど、はい、さっきちょっと私、お洋服好きって言ったんですけど、はい、あの実は下着とかもコレクションとか、私も下着大好きで。え、本当？大好きなんですよ、下着。普段、どんな下着をつけることが多いんですか？基本は、後ろがレース状のなんかちょっと透け感のあるやつ。フルバック？ティーバック。下着を買うときに、ブラはもちろん一つなんですけど、パンツは3つ買うんですよ、絶対。そうなんだ。普通の形とティーバッグと、紐があれば紐、特殊な形があれば特殊な形、特殊な形になければこの2つで気に入った方も1つ買うみたいな買い方をするんです。その日の服装で使い分けたりしてる。あ、そうです。ラインが見えないようなパンツじゃないとっていう時はティーバッグですし。ちなみに今日は、あ、今日はあの後ろがレースの全体レースのフルバッグの、はい、だそうです、皆さんそうです。想像しちゃうよね。ちょっと緊張すると思ったんで、いろんな変な汗かくと思ったんで、なるべく慣れないように通気性がいいものでっていう選び方をしました。そこまでしていただいてありがとう普段なんかこう買う色とかって偏ります？いや、全然偏らないです。いろんなものを持ってます、ね。あ、じゃあもう本当。でもベースは白を買うことが多い。下着が可愛いと、その日のテンションがそもそも違うんですよ。あー、わかる。え、わかります？わかる。なんか別に見せない日とか全然あるじゃないですか。あるある。ほとんど見せない。ほとんど見せないでも、不意に直す時とかちょっとね、に思い出すじゃないですか。あー、今日あれだみたいな。その時にテンションが上がるんで、自分の日々のモチベーションにもなってる感じがあります。いや、それね、めっちゃあると思う。女子多いんじゃないかな。え、多いと思います。ね、多いよね。帰って、まあ、着るときもそうなんですけど、鏡の前で割と見ます。あ、見るタイプ、はい、数分間。でもボディチェック大事だからね、はい、これからね。モチベですね。やっぱね、女子はね、見えないとこも頑張ってるよね。そうなんですよね。それが似合うとさらにテンション上がりますからね。確かに確かに。似合うために頑張りますから。もう一生懸命自分磨いて、いい下着ちょっと挑戦しようかなとかなるもんね。なります、ね、だからこれが似合うにはもうちょっとお尻をこうしないといけないとかそういうのあるんですよ。今後そう挑戦してみたい下着とかってあるの？難しいですね。そうか、難しいか。難しい。白が多かったから 黒に挑戦してみたいとか。ああ、確かに大人っぽいの似合うようになりたいですね。なんか何でも似合う人になりたいですね。あー、かっこいい。なんか下着もそうですけど、服も、だから似合わないかもしれないけど着てみたいとか思ったりするじゃないですか、そういうのがどんどんなくなっていきたいなと思います。着たいって思ったら着れるみたいな。着られるんじゃなくて着てるっていう感じだよね。だから選ばないようにはしていきたいですね。来年同じ質問したらもうできてるかもしれないからね。ちょっと楽しみに。どうしよう、同じこと言ってたら。白ですね。どうする、プレゼントとか全部黒とかそれはそれでありがたいですね。似合えるきっかけになるかもしれない。確かに挑戦するね、チャンスをもらったっていうか。そう、ありがたい。ぜひ皆さんお待ちしております。最後にこれもよくゲストさんに聞いてるんだけど、ぶっちゃけオナニーってします？急にめっちゃぶっちゃけですね。いや、もうしますよ。だいぶさ、こう仲良くなったから聞いてもいいかなと思って。します。します。はい、むしろ、まあ、今もそうなんですけど、AV に出る前はずっとオナニー派だったんですよ。あ、そうなんだ。 AV を見ながらのオナニーが好き。だから行為自体はあんまり好きじゃないものからこそ AV の世界に夢があったっていうか、本当に気持ちいいセックスって、あ、
るのかなっていう、してみたいっていう夢の世界みたいな感じだったんで、オナニーはもともともオナニー族なんで、オナニー族新しい族だなもう今でももうオナニー大好きですね。おもちゃ使う派なのか素手派なのか。おもちゃはまだ使ってないから。そっかそっか、じゃあこれからね。でも AV でよく出てくるじゃないですか、お電話とかね。そうだね。あれ夢だ。あれ夢だ。それを撮影で使いたいのか、もうプライベートで使いたいのか。プライベートで使いたいから検索したことは何回かあるんですけど、買うっていう、こうポチッとまでいけなくて、まだ私はそこに踏み出してはいけない気がすると思って。なんかハマっちゃったら抜け出せなそうだよね。あ、それもなんか、ね、それもあります。何族あと、まあ、どうせだったら撮影でもう初めてっていうなんか扉を開いていきたい。でも、もう興味はもう今でもガンガンあるんで、検索しちゃってるくらいなので。まだ買わないですだからもう多分使ったらもう多分ハマっちゃうと思います。それはちょっともう分かってます。分かっちゃうなって。しますか。あ、するけど、私はおもちゃ使う派なんで、やっぱいいですか。まだ言わないでおくよ。これはいいやつですね。楽しみにとっといてくれ。わかりました。ということでね、はい、いろいろ聞かせていただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当にね、何時間でも喋れる気がした。わかります。というか、私も聞きたいなって思って。あ、本当に、はい、全然いつでも遊びに来てもらえたら、はい、ぜひぜひ。おもちゃデビューしたら教えてね。あ、はい、感想持ってるね。その時に語り合いましょう。語り合おう。ということでね、今回ねポッドキャストの方にも私出させていただいてるので、ポッドキャストについて詳しくって教えてもらったりします。ポッドキャストは毎週月曜日の22時から配信してるラジオなんですけど、だいたいいつも15分前後一人喋りしてるリスナーさんからのお悩み相談だったり質問コーナーだったりみたいなのがあるんですけど、それが毎回毎回回を重ねるごとに深い質問だったりとかは、私じゃない方が多分いいアドバイスできると思うみたいなくらいの質問をしてくださる方とかも出てきてくださるようになったので、すごい私も勉強になったりとか元気もらったりとか、いろんな考え方ができるようになったりとかも、成長させていただいてる番組ですかね、配信のものになっているので、ぜひね、何か質問とかお悩み相談とかしていただけると、より番組が盛り上がるので、私もすごく嬉しいなと思ってます。で、いつでも聞けるみたいなので。そうなんだ。そうなんです、配信のタイミングで。アプリを撮っとけば、アプリ撮っとけば携帯に入ってるよね。あ、そうですよね。別に月曜日の10時じゃなくてタイミングで聞いていただければ、で、いっちーさんが出てくださった回も聞けるので。はい、でもいつも15分ぐらいなんですけど、いっちーさんの時めっちゃ喋っちゃって23分とか4分とかそれくらいあるので、ぜひゆっくりね、ゆっくり聞いてください。よっつーのポッドキャストの、チャンネル概要欄の方にも貼ってありますので、そちらからもぜひ飛んでいただければと思います。イベントあるよね。あ、そうです、そうです。ね、イベント、あ、嬉しい、ありがたい。イベントが、はい、8月の27日の土曜日、渋谷のツタヤさんでなんかトークしたり写真撮ったりサインしたりお話できたらいいなって思ってるので、ぜひまだ27日予定空いてるよって方は、ぜひ四つ羽にしてください。皆さんぜひ8月27日渋谷のツタヤの方に遊びに行ってみてください。ということで、じゃあ最後に4つから見てくださってる皆さんへ、はい、一言。いつも SNS だったりポッドキャストだったり発売の DVD だったり見ていただいてる方、ありがとうございます。初めて27日にお会いできるイベントがあるので、ぜひ行きたいなとか気になってるなって思ってくださったら、本当に気軽でいいので来てくださったらすごく幸せです。はい、ありがとうございました、まあ、これからねデビューしてどんどん皆さんの前でも出る機会も増えますし、イベントもたくさん増えてくると思いますので、ツイッター、そして、はい、インスタもフォローしてもらって、あと TikTok もやってる、はい、あとはあとはポッドキャストもやってる、はい、
していただいて、イベントも遊びに来ていただいて、あのリアル4つを味わってもらえたらいいなと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで今日もありがとうございました。チャンネル登録、高評価待ってます。ありがとうございました。